ます。すごい嬉しそうですねテンション上がってますね、これは。クロマックス、はい、どうもクロマックスですということで、本日ですね、日曜日なんですけど、クロマックスベースにいろんな方が遊びに来てくださってるんですけど、あの、誰か視聴者さんがいらっしゃったということで、小沢さん、以前ね、愛車紹介で新車を紹介させていただいた小沢さんなんですが、まだリンド走ったことないと。でね、日曜日で皆さん集まってくださったんですが、あいにくの雨、あんまり作業ができない、路面は多分ヌタヌタになってるはず、リンドデビューしましょうかとで、1台じゃね、ちょっと怖いかもしれないので、いざっていう時のために僕の車も一緒に、で、牽引フックは小沢さんが持ってらっしゃるということで、あえてヌタヌタなところでリンド初デビューっていうふうに小沢さんの車行ってみたいというようなお話でございますということで、やったということで、これからね、スーさんが助手席じゃ、小沢さんの、はい、なんで、スーさんと2人で、トークをうまく回して、はい、動画1本分になる撮影をしてください、はい、ということで、林道行ってみようと思います。はい、ということで、小沢さんの車乗りました。乗りました。で、林道の方に向かいます。おお。おお。さあ、高橋さん、頑張りましょう、トーク。おお。どう、どうしましょう。小田さん、じゃあ、ヌタヌタでよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、私からわざと外れてくださいなかなかすごいっす、これ。なんですか、この車、なかなかかっこいい。かっこいいね、塗装じゃない、これ。あ、大丈夫です、大丈夫です。パテ埋めするとね、こうなります。まもなくね、林道に入るんですけども、すげえなー、4駆ってだけで安心感があっていいな。お父さん、4駆欲しいなお父さん、4駆が欲しいよ。大丈夫よ、きっと小沢さんが間違って帰りにスーさんの乗って帰ってマニュアルだ、これはい、ということで、まもなく林道の方入ります。まあ、まだまだ普通。まだ初戻しのエブラです。エブラです。エブラだ。ヌタヌタ、ヌタヌタになってる。ニクでーす。なんかエブラ、エブラハマんないかな。なんかハマってほしいなちょっとね、でも降りるの嫌だな。そうですね、確かに。そう。今行ったね。普通に行っちゃいましたね、普通に。あ、肉で行きました。肉で行きました。前の車の駆動を見てると、もうちょい滑ってくれると嬉しいな。すごい嬉しそうですね。テンション上がってますね、これは。やっぱ四駆買ってよかったなっていう感じの。そうですね。道に入ってきました。はい。だから四駆じゃなかったら不安でしょうがないだろうな。いやいや、大丈夫です。大丈夫。なんか、あの、保険があるっていいですよね、四駆っていう。肉、うん、でとりあえず楽しめるんだけど、ボタンを一つで四駆に切り替われるっていう。またヌタヌタや、ここヌタヌタね。おお、ヌタヌタ、おお、ヌタヌタ。あ、全然大丈夫っぽいですね、これ。まだ肉でーす。よいしょ、うわ、くさい、くさい。あーあー、これが攻撃受けた。そしてタイヤは泥だらけ。泥だらけです。ナイスファイト。これタイヤの温めですかね。そうそうそう、そう。ウォーミングアップ、ウォーミングアップですね。新しい道作っちゃダメですよ。パンクしちゃいますからね。みたいにパンクしちゃいますからね。一回にスペアタイヤ。もう小森ちゃんとか言って、すいません。やっちゃいました。やっちゃいました。エブラもう一台ください。
しんでますね、多分。ナイス。バックで帰る。おお。で、四駆。四駆に入りました。入りました、四駆。四駆入りました。あれかな。あ、いい。あれ？あれ？すんげえ泥だらけだ。すごい泥だらけですよね、これ。帰ったら洗車。洗車ですね。とても楽しんでおります。いやーこれね、外装が今どうなってるかっていうのが全然わかんないですけど、ベース戻ってからがお楽しみですね。はい、ということで今林道を終えてちょっとね話したんですけど、やっぱねリフトアップがあるかないかでは全然安定感が違う。バネの力ってすごいですよね。バネ入っても全然引っかかんないし、はい、いいですね、上がってるっていう安心感あの下をあんま釣らないんでしょうね、あの上がってる分。やっぱり全然釣らなかったもんね、うん、こんな感じでね、とりあえず初の走行やってみました。この後ベースに戻って、外装のチェックどういう風になってるのかっていうのを見てみたいと思います。あのだいぶハマってますけど、あれはわざとですか？ちょっと遊んじゃいました。4区入れました？4区、あそこで入れました。いや、あれだってあーっつって崖の方に寄ってってるから、ね、いや、いいなこれ。ちょっと帰ってこれ外装撮影しましょう、はい、これ泥だらけな感じになってるということで帰ります。はい、はい、ということで帰ってきました。ああ、小沢さんやっちゃったっすね。やっちゃいましたね。泥まみれ。はい、ということで小沢さんの車泥まみれこれね、雨降って帰ってもさすがですね、ちゃんとワックス効いてますねあの結構さっき泥と思ったんですけど雨でかなり落ちました。はい、こんな感じで、あのね、ここなんですよ。ここ溜まるんですよ。ここ、ここと、そこと、あとこっち側ね。ここら辺。そう、ここら辺をね、後でコースでブラッバシャ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 してあげてっていう。はい、中もいい感じで。新車が、新車が。走行距離何キロでしたっけ？3500キロの新車が。こんな感じでございました。いやでもそんなに倒木とかなくてよかったですね。あの多分ちょっとかすったぐらいですか、はい、枝とか結構ね、結構出てたんですけど、ミラーで見ててめっちゃハマってたじゃんあれわざとですか？半分狙って半分、まあ、半分半分ぐらい行ったり来たりしたから、おおおおって言って、その様子はね、映ってると思うので、映ってる、すごい肉用してるあー、崖の方へ。よかったっす。あの小沢さんが楽しんでいただいたように何よりでございますということで、いやー、こんな感じで林道デビューでございました。はい、ということで小沢さんどうだったっすか？楽しかったですもっともっと険しいところはいっぱいあるんで、今度そういうところをぜひ遊びに行きましょう、みんなで。スーさんも4個欲しくなっちゃったでしょ。あ、いいですよ。なんかボタンがあるって安心ですよね。あの、いざつける時のボタンね。保険がある。保険、すごい保険。だからできるだけ肉で走破するっていう、そこで万が一のための保険の4駆。これはね、誰が4駆最後まで入れないで走れるかっていう、そういう勝負だったりもしますんで、なんかそういうね、楽しみなんかもあって面白いなっていうんで、まあメンバーズの皆さんも含めて、こういった形でね、ちょっとした軽バン林道ツーリングなんていうのもクロワックスとしても行っても面白いかななんていうふうに思ったりもしました。はい、ということで今回はですね、走行3500キロの、小沢さんの新車林道デビューの動画を撮影してみましたが、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とありがとうございます。チャンネル登録お願いいたします。またツイッター、インスタグラム、クロワックスのブログのチェック、こちらもぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。ちょっとテンション湧いてた、はい、見て上がってます、ね、なんか湧いてたじゃあ、あれだな、その湧いたところが多分つかみだな、オープニングすぐのはい、ということでこんな感じで撮影してみましたが、いかがだったでしょうか。